はい、それではやっていきましょうか。今回は久々かな。うん、今頑張ってんじゃないの？この動画を上げる頃にはどうなってるんでしょうか。ちょっとわかんないですけども、頑張ってる人かな。西川周作ちゃん、言いにくいな。周作って、周作ってもう戦後か名前本当に。まあ別にいいんですけどね。この人もでも結構もう愛しいよね、マジで。86年か。ってことは、本田圭介とかと、あれか、同級生ってこと？もう30後半やね。結構も来てるね。まあ、この人身長がね、マジで低いのよ。185ぐらいでしょ？だからね、代表のゴールキーパーとしては全然もうちょっときついのよね、マジで。まあもう代表選ばれることないと思うんですけど。だからそういう点ではね、浦和レッズでよくやってるんじゃない？だから力的にはね、俺過去の動画でも言いましたけど、浦和レッズでも鈴木ザイオンでよかったと思うんですけど、ゴールキーパーってやっぱその経験値とかね、安心感とかもあるから、まあそういう点では西川周作なんかなっていう感じはしますけど、まあでも、ね、西川周作では大きなタイトル取れないんじゃない？まあ ACL が精一杯じゃない？クラブワールドカップは無理でしょう。まあリーグタイトルとかはね、別に誰でも取れるんですけど、まあでも周作ももうそろそろバトンを譲る時なんじゃないかなっていう感じはするけどね。なんせこの選手はね、なんていうかな、安定感が売りみたいな。だからフランス代表のロリスみたいな感じかな。力的にはそんなないのよ。ロリスもそんな力的にないでしょ。でもなんか安定感、安心感とか人間性とかさ、そういうところで評価されてるって感じがするよね。まあでもね、クラブワールドカップ今年ね、あると思うんですけども。ちょっとマジでいいところまで行ってほしいよね。せめて決勝までは。じゃない？